金沢工業大学は、石川県の野々市支線が岡奈の市に本部を置く、日本の私立大学である、1965年に設置された。大学の略称は、きっと、近郊大、近郊、広大。大学の見学交流として、人間形成、人間味豊かな技術者、研究者として、高い道徳心と、国際感覚を持った創造的で、個性豊かな人材の養成を目指す。 技術革新、確かな基礎学力の育成を基本において創造的、応用能力の育成に力を注ぎ、将来の技術革新に柔軟に対応しその中核を担い得る技術者、研究者を育てる、産学共同、産業界の新しい息吹を前向きに取り入れながら、常に時代が求めるテーマを積極的に追求し、広く開かれた大学として、地域社会に貢献するを掲げている。 教育付加価値日本一の大学を目指し、入学時と比べた卒業時の力の成長を重要視していることから、学生がこなさなければならない課題が多い大学である。また、その成果が評価され、地方にありながらも常に高い就職率を維持している。夢工房という作業場があり、安全講習、ライセンス講習を受講すれば、1番やフライス番、 プリント基盤製作機器などの工作機械や手工具を使うことができる。また、作業に必要な部品もネジ1本から購入することが可能である。夢工房プロジェクトと呼ばれる一種のサークル活動があり、学生が主体となり様々な大会などに参加し、成果を上げている。付属図書館であるライブラリーセンターは、高果系専門図書館としては世界最大級であり、 蔵書数は50万冊を超えている。高額のアケボの文庫には、プリンキピアの書版など貴重な資料が収蔵されている。大学名には、金沢が入っているが、これは、県庁所在地である、金沢市の方が通りが良いためである。発祥地は、金沢市であるものの、現在は施設の大半が隣接する野の市市にある。一部の駐車場、建物、テニスコートなどが、 野々市市に隣接する金沢市給案にある、コミュニティ道路と称した行動が学内を横断しており、車が速い速度で通行できず学生が安全に往来できるようにハンプが設けられ、さらに蛇行させてある、施設の一角に地元である野々市市のコミュニティ放送、FM、N1 があり、運営に協力している。また、学生も番組制作に関わっている。 見学の綱領を人間形成、技術改革、産学共同と定めており、これを三大旗印としている。これに加え、学園の行動規範として共有すべき価値を以下のきっとアイデルズと定めている。1957年の北陸電波学校の創設を期限とし、北陸電波高校開校を経て、1965年に金沢工業大学が開学。 1978年に大学院工学研究科を開設。2004年に環境、建築学部及び情報フロンティア学部を増設。大学院に心理科学研究科を増設。2008年にバイオ、科学部を開設。現在は4学部14学科に研究科の理系複合大学となっている。白山毒キャンパス学部、編集大学院。 編集専攻家、編集付属機関、編集淵研究所、編集オープンリサーチセンター、編集研究センター、編集海外研究所、編集教育研究支援機関、編集、夢工房防災されたプログラム、編集認定等、編集キットオナーズプログラムは、自ら考え行動する技術者に向けて自ら目標を設定し、それを達成するために活動する。 金沢工業大学特有の事故、目標達成プログラムであり、6種類に分類される。学科、家庭、研究室に関するプログラム、編集学科、家庭、研究室に関するプログラムは、学科、家庭、研究室で実施しているプログラム、5つのプログラムが存在している。夢工房プロジェクト、編集、夢工房プロジェクトは、学生メンバーが、ものづくりの立案。 調査、設計、制作、分析、評価及びスケジュール管理、予算管理、組織運営を自主的に行う学生の創作グループ。ソーラーカーやロボット、人力飛行機、建築デザインなど13のプロジェクトが活動している。産学連携プログラム、編集産学連携プログラムは、企業をはじめとした産業界と連携した産学連携プログラム、現在、 地理空間情報に関する先端技術を学びながら企業とともに新たなビジネスの創出を目指す地理空間情報プロジェクトが活動している地域連携プログラム編集地域連携プログラムは地域と連携したプログラム現在2つのプログラムが活動している学友会に関するプログラム編集学友会は金沢工業大学の学生全員が所属している学生団体 9つの専門委員会や26の体育系、クラブ、11の文化系クラブが活動している。大学祭は、広大祭と呼ばれ、学友会専門委員会の一つである。広大祭実行委員会が、予算管理、予算執行、企画立案、運営を行っている。詳細は、金沢工業大学の人物一覧を、参照線が、岡キャンパス、編集やつ保、リサーチキャンパス、 編集虎ノ門キャンパス。編集それぞれの地区は、学部や設置施設が異なるため大きく、様相をことにしている。金沢工業大学が直営する量はないが、金沢工業大学の学生だけを受け入れてくれる量。下宿を、きっと指定量として学生に圧戦している。連携大学院。編集連携大学。編集長期派遣留学プログラム。編集短期英語研修プログラム。 編集本大学ライブラリーセンター屋上には、コミュニティ放送である FMN1 の送信書が置かれている。放送波は垂直変化で送り出される。詳細は FMN1 を参照。ありがとうございます。